皆さんこんにちは、タッシアンダーサギヤマンです。 PS2 のブロックスクラブ、結構中盤もしくは終盤に差し掛かっているのかもしれませんが、今度は灼熱の砂漠をやっていこうと思います。また A ランクの人が出てきました。デルセンっていう人はさっきもいたんで、あとはノーラっていう A ランクの人は知らないですね。元ネタのゲームの方もちょっとやりたかったんですけど、意外と Amazon で検索したら4000円ぐらいしたんで、ちょっと高くて手が出なかったですね。このゲームはちなみに僕1500円ぐらいだったと思うんでね。あら、4番か。それじゃあ始めさせてもらうよ。おや、姉御肌のお姉さん、いいね。私ですが、まあ、デルセンさんね、会社経営されてる。私は3番目か。ホーネの代雑魚キャラ。あ、やべ、髪型が変わってるからなんか印象が違うぞ。そう、前回ね、この先の理髪店でね、髪型を全部買い占めました。で、GI カット、 G1 カット、よくわかんない単発っぽいやつ。でも僕は一番好きかも、単発好きなんですよね、僕ね。髪長いとうざったくて。でもこの時期になると寒いっすね。冬は寒いっす。おっと、わかりますか。もう80銭ぐらいしてますからね。一応その慣れてはいますよ。強いかどうかは別にして。でしょ、姉子。ここへ置かせてもらいます。置かせてもらいますよ。したたかそうですね。なかなかいい BGM じゃないですか。してますね。赤のゾーンへの布石持っておかないとちょっと危ないかな。ジャッジャッジャカジャンジャン。早いよ。あ、でもノーラうまいかもしれないですね。一番下の列を一番最初になくしましたね。やっぱあそこを残しちゃうとまずいですからね。さあ、このやり方が吉と出るか凶と出るか。どうもうまくいかないな。
運がなさそうなやつだな。このまま押し切るのかな。おー、こっちに攻めてきた。デルセンがもうすでにダメになってますね。どうやら私の価値が見えてきたね。いやー、どうでしょうかね、ノコラ姉さん。もう手詰まり。じゃあ商売余ったり。私の方がギリ有利じゃない。まだまだ土地は、土地はあるよ、土地は。いやでも、そうでもねえか。ザッ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 。四角、まあでもしょうがねえか。いけるけど、防いだけど、あとは自分が受けるかどうかですね。これもちゃんと考えていかないと手詰まりになっちゃうな。邪魔のためにな、置いたの、あれあんまり良くなかったかな。フェクト、やった。ノーラさんが結構かき回してくれたおかげで勝てたかもしれないですね。ノーラがデルセンの方めっちゃ攻めてたもん。やったぜ。他の人同士が争ってくれると漁夫の利に預かれますね。お、9分で終わりましたよ。よーし、なんかいいっすね。今までこうやって動画撮ってなかったから時間わかんなかったけど、お、あ、橋がかかるんだ。おお、お店が。砂漠の盗賊団、医療係。いやあ。よう。買う。ありがとうよ。買う。ありがとうよ。買う。ありがとうよ。安いね。買う。ありがとうよ。オッケー。で、髪型は全部買ったし。だからまあ次やるとすると大きな町か、早朝の森林ですね。右上にもなんか建物があるな。で左側に行って、もうかなり終盤なんじゃないですか。はい、 PS2 のブロックスクラブ、今ね、なんだっけ、灼熱のなんちゃら、
灼熱の砂漠をクリアしまして、で理髪店はもうすでに、買い占めてますんで、あとは大きな町ってことでね、今のところこんな感じです。順調に1位の数が増えてるっていう感じですね。あとは、服装、帽子、あとは髪型もコレクションを増やしましていい感じであります。PS2 のブロックスクラブ、気になった方はぜひプレイしてみてください。ダッシュアンダーサーギャバンでした。ありがとうございました。あれ